何のつもりなの。お前からキュービを引き出し木の葉を潰す。さあ出てこいキュービ。の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。さすがは先生だ。今は俺の方が早い。逃がしはしない。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに、すでに希望などお前らにはない。忍びの力は何をなそうとしているか、その意志の強さで変わる。わかるか。お前と俺とでは意志の強さが段違いなのだ。キュービを操るほどの力を持ち、そしてこの葉に出入りする忍び。ここに当てはまる人物は、俺の知る限りでは一人しかいない。まさか、あなたが宇宙のマダラだというのか。さあ。どうだろうな。ここで時間を食っていては里の被害が大きくなる。早めに奴を仕留めなくては。俺を相手にそれができるとでも思うのか。予想通りだ。なぜこの葉を狙う。よし、言うなら気まぐれであり、計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。一体何を。よし、無駄だ。無駄だ。お前は何もかも遅すぎる。どういうことだ。分かる必要はない。どうせ何も知らぬままお前は散るのだからな。行くぞ。
その強さがあっても守るべきものを守りきれないなら意味はない。どういう意味だ。さてどういう意味だろうな。はあ。行くぞ。そこか。はあ。本領発揮といこうか。無駄だ。どうした四代目。お前の力は。里が気になるか、それとも子供が気になるか。いずれにせよ戦いに集中できないお前はここで死ぬ。依頼神二の段だよ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑る者、やりようはいくらでもある。九尾野放しのまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木ノ葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは自里の復興に目が向けられるはず。なるほど。その間に動くというわけか。月の目計画をなすにはいろいろと準備がいる。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。この世界は真っ暗だ。湊先生、こんなとこ、こんな世界は。どうでもいいんだよ。